えー、もうちょうど1年いやもう早いなと思うんですけど1年ほど経ちましてあの去年参加させていただいた時にはまだ「糸道」という映画をが世に出る前だったのであの,あの映画を見た人も全然うちわの方以外全然いない状態だったので。 一体どういうい反応を皆さん大阪アジア映画祭で見てくれた方はどんな反応するのかっていうのはすごくドキドキしていたんですけれどもなので賞、まあ、あ、観客賞とグランプリという賞をいただく賞のことは本当にあの頭に全くなかったというか。 ただあのお客様に見てもらうことへの不安,不安というか興奮というかそ,それが一番あの参加した時にあの気持ち的にあの大事なことだったので賞をもらったことは本当にびっくりしましたし、えーとまあ、今その3ヶ月4ヶ月後に劇場公開という流れだったんですけれども、まあ、劇場公開へのあの弾みになりましたし。 あの制作者陣全員の励みにもなりまして賞をいただいたことが本当に嬉しかったですし、えっと、あとアジア映画祭に来てくださったお客様があの私が上映終わった後に挨拶してしてロビーに立ってて見ていたんですけども話しかけてくださったお客さんがいてあの糸道に に関して前情報何もなかったし監督が誰かとか俳優が誰出てるかどんな映画なのかっていうことも全く知らずにふらっと仕事の帰りに寄ってみたんですけど本当にあの見てよかったっていうことを非常に熱く語ってくれたくださったお客さんが1人いらっしゃってなんかアジアン映画祭で一番記憶に残ってるのそのお客様があのすごい喜んでくれた姿っていうのがはい。 すすごく記憶に残ってます <laughs>、はいま、はい、去年大阪ジャ映画祭に参加,していた参加させてもらったとっいうことがきっかけであの横浜聡子とこっていう名前を初めて知った方もいっぱいいらっしゃると思うので。 あの「糸道」という、えー、映画は私にとっては、まあ、15年近く映画を撮り続けてきた上でのななんかちょっとターニングポイントのような作品でもあるなと思っていてそれはまあ割と初期の自分の作品はまあオリジナルの脚本が多くてまあ、うん 確かにすごくあの、まあ、エネルギーにあふれていた作品脚本だったりしたかもしれないんですけど、まあ、見る人を非常に選ぶというか <laughs> ちょっとネガティブな言い方をすればそういう点があったことは自覚していて「まあ、糸道」という映画は越谷修先生の原作小説が元に根本にあるっていうのも非常に大きいんですけれどもあのすごく普遍的な少女の青春物語を扱って。 いることだったり物語自体も親子の関係性だったり一、まあ、人の少女が、あのー、いろんな周り、えー、と身の周りの人々と関係性を一つ一つ築き直していく姿青春もの成,成長物語っていうオーソドックスなテーマを扱った映画なので間口、まあ、が今までの自分の作ったものに 比べたらちょっと広いのかなという,ふうに思ってました、えー、まあそれで糸道をきっかけに、まあ、横浜聡子と,という名前を覚えてくださったお客様に、まあ、私の <laughs> 過去のだいぶ若,若い頃の作品も今回上映していただくんですけどもどういう考えを持ってこの人は映画を作っているのかということを知っていただく。 きっかけになればなということで、はい、あの生まれて初めて作った映画をはじめとしてだいぶ初期の作品を多く選ばせてもらいましたあの当時映画美学校という映画学校に私はおりまして、えー、初等科と高等科という2年二年 学ぶ学校だったんですけれどもその卒業制作というシステムがあってそれはあの生徒が全員シナリオを出,す出してその中から、えー、1本か2本ほど面白いシナリオが選ばれて講師講師の方に選んでもらって、まあ、選ばれたシナリオを書いた本人が監督をし,して、えーまあ、同級生たちは、まあ、スタッフとして 制作をするというシステムだったんですけれどもそれで私が描いた千恵美ちゃんとコックンパッチョというのがたまたまその年に講師の方に選んでいただけて、えー、じゃあこれをもとに、えー、これを元に、えー、映画と撮ってくださいっていう感じでとあの地元の青森でまた撮ってきたんですけれども、えーまあ、本当にあのちょこれを50分ぐらいの作品で それまで映画美学校では5分とか10分の作品は撮ったことはあったんですけどもこんなに長い自分の中では一番長い尺の作品だったということとあと,、えーとまあ、当時あのハンビデオカメラハンディビデオカメラよく持ち歩いててなんか面白いものあったら撮ろうっていう意識でずっと持ち歩いてたんですけどそれで、まあ、たまたま実家の青森に帰った時に 友人の結婚式がありましてそれをまあ割と何、まあ、て言うんだろうな面白い自分にとってちょっと結婚式ってまだ若かったんであのすごく珍しいものだったんですよねあのアン空気っていうのがそれでまあいろいろ撮影していてそういう青森で撮った友人の結婚式とかなんか自分の両親の姿とかそういう映像の断片を つな、えー、ぎ合わせてちえみちゃんとコックンパッチョのシナリオのもとにしたという経緯がありまして、えー、とだからまあ最初からこういうお話にしようという意識で撮ったものじゃなくてなんとなくその青森で撮った面白い瞬間だったり自分が地元の青森で過ごしてきた時に感じていたな何か。 まあ親との関係だったり友達の関係だったりっていうそういう記憶の断片をつなぎ合わせて一本の脚本にしたという作品でして割とそのまあ自分の初期衝動に近い形で作ることができたえ作品でしたはい <laughs> <laughs>、はい、で全員であの学校の同級生みんなスタッフ と青森に行って映画を作ったんですけども、えー、と主,主演の子,子は鈴木さんといいまして素人の方でしてすごく素晴らしい存在感の方なんですけどあの役者がずっと決まらなくて青森中をうろうろしてあの若い女の子に声をかけて <laughs> 映画に出てくださいってあの本当にずっとスカートを続けてたんですけど、うん、鈴木さん もうあのたまたまあの伊ヨ洋華堂みたいなのがデパート、デパートじゃないやショッピングセンターで買い物している瞬間をあこの人すごくいい顔してるなと思って声をかけておなんとかお願いします、出てくださいということでスカウトして出てもらったという経緯がありました。この作品があ,とあれなんですよ CO2、えー 大阪のシネアスト・オーガニゼーション・エキスビジョンっていう映画祭に出品したんですけどもその学校の卒業制作で終わるのもったいないなっていうかあの誰か人に外の外部の人に見てもらわないともったいないよねということで CO2 に出品しましてで当時山下信弘監督とか黒澤清監督が審査員でいらしてて。 あのお二人のことが私は大好きだったのであの二人に見てもらいたいということであの初めて映画祭というもものに出した作品でもあります撮影はトータルだと1ヶ月ぐらいかかったんですけど2005年2004年か5年当時の撮影だったんですが、まあ、冬に、えー、っとすごいあの予想外の大雪が降ってしまって。 でちょっとこれも撮影できないぐらいの状況になったんですよ。それでシナリオの内容を急遽変更してなんかそ,そ,その時そのあの年の青森に合わせてなんかシナリオ書き直したり撮影方法を変えたり場所場所ロケ場,場所変えたりとか結構試行錯誤しながらみんなと撮った記憶がありますね。はいあの 糸道という作品も、まあ、さっきは女の子の青春もので成長ものということに多い言ったんですけども根本的にはそのまあ糸道の主人公も千恵美ちゃんの主人公も私の分身でもあるのであの作品は全く違うんですけどすごくあのななんでしょうね自分の壁を破れない少女という少女 女性像というかそういうなないナイーブさというかセンシティブさみたいなことは共通していて、はい、あの作品の体は違うんですけども何か共通点を見いだしていただけるんじゃないかなと思います。青森が舞台ということでは同じですね。はい。当時やっぱりそのさっきも言った CO2A の際に 参加して、まあ、同世代のいろんな人の作品が出品されてるから見る機会があったんですけどもうやっぱり若い人が作る作品ってもちろんすごくあの若いんで人生稽古もないんで自分のことを映画にするんですけど基本もう私もそうだったんですけどただそのなんだろう映画にされている内容というのがもう本当にあの 情緒的というか何かのすごく内向的というか映画として見ていてあんまり面白くないなというか面白いなと思える作品がすごい少ないなって当時思っていて他の方も映画を見てて偉そうなんですけどなんか自分はもう真逆の作品作りたいなってすごく強く思っていてなので割と主人公も自分の、えー、心情を <laughs> はっきり 主張する人間でしかもすご,すごく、まあ、破天荒とまではいかないですけれどもあの異常識と呼ばれるものにいかに抗っていくかっていう規制成概念やどうやって抗っていくかしかもちゃんと明,明るく、えー、その姿を描くっていう絶対さなんかその自主映画にありがちな暗さみたいなとこには陥りたくないっていうなんかそういう反抗心のもとで作られた映画でした。はい えーと主人公のよしこという役は普通にオーディションをしましてそこで野崎さんも来ていてあのこのよしこっていう女の子劇中では非常にあのななんか破天荒なキャラクターなんですけども実際の野崎さんは非常におしとやかな人であの無駄なち聞かないっていうか現場でもすごくおとなしいですし。 すごく繊細な心を持った人で割と真逆の役を演じてもらったなっていう印象がありますね。オーディションの時もだからそのセリフを読んでもらったんですけど大体いいみんな感情を乗せてシナリオを読む人が多いんですけど野崎さんは一切感情を全く乗せずにあのほぼ棒読みでセリフを読むっていうそういうスタイルで <laughs> 来られてて。 この人なんか変わってるな、なんか興味深いなっていうことで何回かお会いしましたね。初めての商業映画という形でして、はいえー、作られた経緯がまたこれも前作のジャーマンプラス3名から引き続いてっていう感じなんですけどあのジャーマンプラス3名が CO2 で作られた時に、えー、審査員でそリトルモアという 出版会社の孫家宝さんという方がいらして、まあ、その方がジャーマンプラスアメを見て次回作あの商業映画を一緒に作りませんかって言ってくださってあすごい嬉しくってじゃあのオリジナルシナリオを書きますということをお伝えして、まあ、結構シナリオを書くのは何,何ヶ月か半年か1年ぐらいかかったと思うんですけども それでもう,もう全部のその時持っていたエネルギーを全部込める気持ちでシナリオを書き上げましてああじゃあこれはこれはすごくなんかあの印象的なオリジナル作品になるからやろう一緒に撮ろうっていうことでなんか本当に無名ですし私が、うん、あのまあお金集めが本当大変だと思うんですけども内容も割とそんなにあの た多分なんか本んにプロデューサーのおかげで作れたというところはありましたあとあ、まあ、松山健一さんにオファーするというのは割と早い段階からあの決まっていたんですけども松山さんがあの青森出身の俳優でやっぱこの主人公は青森の人じゃないとちょっと成立しないなっていうことだった 松山さんっていう俳優の素晴らしさはいろいろ作品を見て知ってたのでお声がけしたんですけどもあ松山さん自身がこのシナリオにすごく乗ってくださってやっぱり横浜って里子ってて誰だよと普通は思うと思ううんですよ <laughs> でもあのシナリオが本当に面白いってあるそれをそこを気に入ってくれてあの出演が決まったのですけど。 それがすすごい嬉しかったですね、はい、やっぱこれもオリジナルで、えー、あの初めて長編シナリオを書いたんですけどあんまり意識せずに自然に青森が舞台になっていてこの時もやっぱりシナリオの書き始める前に青森であのビデオカメラで海の実家の近くの海のあたりとか撮影してる時に何か物語がふっと浮かびまして。 これも先ほど、いっちちゃんとコックンパッチョの時と割と根本にあるシナリオの元になったものっていうのが、なんか実際撮られた映像だなって、だったなと今思い出しましたね。なん,、はいなまあ、なんてことない日常の青森の風景だったんですけど、まあ、結構そういうものが自分の物語の発作る発想の元になったりしてました。はい、ウルトラミラクル ラブストーリーを撮った後に別の長編映画の企画が進んでいたんですけどなかなかそれが撮影までこぎつけられなくていろんな問題お,、まあ、お金が集まらないとかシナリオがちょっとみんなの賛同を得られないとかそういう状況がすごく割と長い時間あって非常にも々としていましてやっぱりほら初めてウルトラミラクルで商業映画を撮った後に撮れない時期 ががでできてしまっったたとといいうことがすごい不安だったんですよそれであの仲間の、まあ、映画スタッフに「もうなんかちょっとでも何かと撮ろうよ」って言われて短編でも何でもいいから撮,ろう撮った方がいいよって言われて「あのじゃあシナリオ書くわ」って言ってあの <laughs> 書きまして懇意にしてたスタッフと、まあ、野崎よしみと宇野翔平 当時もう仲間だったので出てもらって当時住んでた自分のアパートを舞台にしてちっちゃい物語作ったんですよね。それでえっとリトル・モアさんが関わったのはもうこの映画完成後でしてこれあの映画館で上映したいんで配給してほしいですってお願いしましてはいしていただいたのであの元はじ完全に自主映画です。野崎さんのそのそ 狂気的な部分と非常に繊細な部分とかこの映画では出てるなと思ってましてあの前作のジャーマンブラザーメンは10代の女の子のアクティブな女の子の役だったんですけどこのおばあちゃん女の子は、まあ、妊娠初期の主婦の役っていう全く前とあの違う タイプの役だったので本当に普通の人を演じて野崎芳美が演じたらどうなるかなっていう個人的な興味もありましたけどもやっぱり野崎さんが演じると何かしら別のものになるんだなっていうか主婦なんだけどもちょっと特殊特殊性というか特異性というか野崎さんが持ってるものがやっぱりにじみ出るもんだなと思いながら 撮ってました、うん、これはですね、えー、っと弘前市ですねあ、はい、あので撮影されたんですけどもあの私は青森県の青森市出身で弘前という土地はまた青森市とはまた全く別の地域にある同じ津軽同士ではあるんだけどちょっと離れたところにある場所あの町なんですけど。 あのー、そこにりんご娘さんっていうアイドルグループがいましてオーリンさんが今、わりと東京の方ではあのいろんなバラエティに出たりして活躍してるんですけど、えー、来月、せっかくあの人気が出たところなんだけど解散してしまうことになったりんご娘っていうグループがいるんですね。<laughs> はい えーとそこのですね、リンゴミュージックという所属事務所の社長さんが、あの弘前市と話して、えーあの、なんだろうな、青森の町おこし映画じゃないんだけど、弘前のリンゴ農家を舞台にした家族の物語を作ってほしいと依頼がありまして、短編映画を作ってくれませんかって。 それまあ、本当に弘前っていう土地を素晴らしい土地をちゃんと PR したいっていうそういう思いのもとにお話がありましてそれでえじゃあ作、はい、やりますって言ってオリジナルシナリオを書いたんですけど当初15分ぐらいであの 10, 分ぐらい10分か15分ぐらいで「笑って泣ける親子の感動物語」を作ってくれっていうオファーをされてたんですけどちょっと15分じゃあの人を笑って。 あの泣かせることってすごい難しいからちょっと長くなりますねって言って結果30分ぐらいになったんですけどあのだいぶ当初のプランとはあのプランからだいぶあの大きくなってなったんですがあのそこに賛同してくださった永瀬正敏さんとあの工藤祐貴さんはいあの直接をオファーさせていただきまして。 ぜひこの映画史にの名,を名があるお二人が夫婦役で出てくださったら最高だなということで、はい、お会いさせてもらいまして、お二人の気骨に大いに背中を押されて、あの完成すさせることができた映画ですね。キキャャンンププ一人でキャンプに行って そこでたまに出会いがありつつ、まあ、基本的には1人の時間を主人公が楽しむというドラマなんですけども今回のこの上映してもらう回はすごく特殊回で主人公が好意、えー、を持っている女,女性と一緒にキャンプに行くっていうなんすごい特殊な恋愛回なんです <laughs>、はい、だから別に1人キャンプじゃないじゃんっていう意味 <laughs> もありましたけども。 あの女性役を黒川芽衣さんが演じてくださってまして黒川さんとも一緒に仕事したいなとずっとかねてから思ってたので今回、はい、オファーしましたね。であの恋愛物って私は映画でもあんまり撮,ら撮ったことなかったのでこの「一人キャンプ」は割と自分の作品の中でも。 珍しいなっていう恋,恋の話っていうか、はい、えっと,とうう、うん、<laughs> 難しげか,えかったです。<laughs> あん得意じゃないので、恋愛の話が。はい、はいまあ。脚本は飯塚歌唱君が書いてくれたんですけど、はい、はいあの。脚本は一人キャンプと同じく、またあの監督じゃない違う方が書いてましてこの、こちらに関しては脚本は藤木光彦さんという。 あのもう舞台とドラマと映画とも、すごいいろんな <laughs> 世界を描かれている方でしてあの、藤木さんとはバイプレイヤーズというドラマでもご一緒させていただいたので、あの藤木さんが描かれるならぜひやりたいですということで、はい、プロデューサーからお話をもらったときに返答しまして、で,でも有村架純さんってなかなか会えないじゃないですか。<laughs> <laughs> なかなか会えなそうだなと思ってどういう方なんだろうなってちょっとやっぱりご一緒してみたいなっていう気持ちもちろんあったのでいやはい楽しくやりましたけどもあの有村さんがやっぱりあの日本を代表する女優さんじゃないですか <laughs> だからどういう感じで現場にいらっしゃるんだろうって思ってたんですけどすごくやっぱり芝居 に関して言うとすごく大胆で振り切り方がすごいあの遠くまで行ける人って私が想像してた以上にすごい方だったんですよね。あのちょっと喋るのが難しいんですけれどもこっちが、えー、と想像してた芝居をが、えー、と50ぐらいだとするともう針を100 に50ぐらいまで振り切った状態であのこっちに見せてくれるっていうか芝居をそういうそういう女優さんでしてそれにすごくびっくりしましてたった数日の撮影だったんですが本当に有村架純さんという女優さんの在り方に心底驚,驚いた現場でした。これも特殊な作品でして。 プロデューサーが有村架純の「殺球のホリプロの藤原さんという方で一緒だったんですけども本寸ドーンスコスコの方がずっと前に作られた作品なんですが経緯としては「あの情熱大陸」の鈴木亮平さんの会というのがあるとそこで通常の「情熱大陸」とはちょっと違うアプローチをしたいというプロデューサーの話があって。 鈴木さんがどういうふうに役作りに臨んでいるのか、役作りの過程に迫,る迫りたいっていう、なんか珍しい回だったんですよね、情熱大陸の。でその、まあ、役作りをしていく過程を見せるためには、一つの作品が必要だという話になって、その作品、短い、本当に1分、2分、3分の短い作品に向かって、彼はどのように役作りしていくか。 いう過程を見せようという流れになりましてその作品の脚本と監督を「横浜さんやってくれませんか?」っていう話だったんですよ。では,はいやりじゃあや,りや,やってみます <laughs> ということであの内容は何でもいいって言われてましてすごくシュールな内容なんですけども自由に書かせてもらいまして。 3分の短い作品なので、えーと、超短編ですけれども、鈴木さんがどういう、なんだろうな <laughs>、この役も難しいというか、こういうキャラクターですっていうものじゃない主人公なので、なんか鈴木さん、本当にどういうふうに役作りするんだろうなっていう、私も個人的に興味を持ちながら、 ンバーを見てましたけどもあのホンスンスドンスコスコっていうのがあのこれはタイトルがタイトル何にしようかなって考えてた時にうちにホンサウスホンサウス監督の DVD がありまして同居人がホンサウスどこって私に聞いてきたんですよホンサウスどこ DVD どこっていう意味でさあの聞いてきてホンサンスどこ があの変形してホンスンドンスコスコになったっていうそういうそれがはい始まりですでホ<あ>ンスンドンスコスコっていう言葉も劇中にちゃんと出てきますんで楽しんでもらえたら嬉しいですあ本当にあの佳作な人間なので 長編映画に関して言えば、えっと、5年とか8年とかそういうブランクが <laughs> ありましてあの本数はすごく少ないのでなんともどういうふうにタイミングで自分が変わったかっていうのがちょっとかはっきりわからないんですけどもやっぱり先ほど言ったんですが2018年以降ぐらいからテレビドラマを何回かやらせてもらった時に すごく考え方がなんかおのずと変わってきた感覚があって今までやっぱり見る人の気持ちというか見る人がどういうふうに受け取るかっていうことをあんまり考えずに映画を作ってきた感覚があるんですけどテレビドラマに関して言うといかにこの短い時間で、えー、とテレビの前にいる人に かかかりやすく伝えるかっていうか集中力を研ぎ途絶えさせずに見続けさせることができるかみたいなことを割と考えるようになって、まあ、それが良くも悪くも分かりやすさっていうことにつながったのかもしれないんですけどもテレビドラマやったことは結構自分の中で大きかったですね。人に伝えること に重きを置くというか自分の、えー、なんだろうな好きなことを好きなことをやりたいことを、まあ、ただぶつけるんじゃなくてそのやりたいことをどういうふうに伝えどういう手段で伝えたら人に伝えるのかなっていうことを考えるようになったかなとは思いますねドラマのテレビドラマではい。 今はオリジナルじゃなくて原作の作品でシナリオを書いてるものがあって、まあ、はなるべくそれを早く撮りたいなという気持ちなんですけどシナリオがちょっとなかなか筆が進まずっていう状況 <laughs> ですがそ原作はだもうかねてからずっとやりたいと思ってたものだったのでもう早く撮りたい作りたいなっていうのがあります。 あとはやっぱり、えーとま、丸くなったというかあの <laughs> さっき言ったこととちょっと反するんですけど、まあ、分かりやすさだけを、えー、やろうとするとやっぱり何か映画的な楽しみが失われる損なわれる場合も時にはあるのでちゃんともうちょっと自分がだろう映画を見ていて。 映画を見る時に何を見ているのかというかなんだうなどうやって映像と音で楽しい世界を構築できるのかっていうすごくあの自分が映画を好きになった時の原初的な気持ちというかそういうものをもう一回今見つめ直さないと。 つまんない作品ばっかり撮っちゃいそうだなって思うので <laughs> あのつまんないっていうのはあのなんだろう <laughs> はい若い頃に作ったある種ちょっとわからないって人に言われる人が見た人が困惑するようなそういう作品を作った時の自分みたいなこともちょっと思い出しながら 作品を作っていかなきゃなというふうに思いますけどもあのまあだから自分のやっぱ年取っていくと若,若さってもちろんなくなっていくので自分の中の若さみたいなことはちゃんと常に探し続けていかなきゃなというふうには思って今はいますね。